アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わっていくのかもしれません。令和4年10月2日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック第3節トライスターズ対クラブベアーズの一戦がまもなく予定されております。両チームの紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に陣取っております。本日はカラージャージオレンジのジャージをまとっておりますのがトライスターズ。1974年アメリカンフットボールが好きな3人が集まり、アシアトライスターズとして発足したプライベートチームが母体となったチームです。その活動拠点はやはりそのプライベートの媒体を逸したところにありますので、 X リーグの中でも得意な存在にはなっておりますが、しかし在野にあるアメリカンフットボールの選手、アメリカンフットボールを志す数多くの方々を招き入れ、そしてそのアメリカンフットボールに入り込むその登竜門として長く活動しておりますチームです。楽しさと勝利両方を得るというその目的を、選手、サイドライン、スタンドが三位一体となって戦えるチーム作りを目指し奮闘しております。選手は無経験選手も多数おり、また大学一部も在籍した選手もおります。またアメリカンフットボールができない病室に長期入院している子どもたち、その子たちとフィールドをつなぐホスピタルフットボール活動にも専念しているという非常に鋭意的で精力的なチームであります。対しましてバックスタンド側に陣取りますのがクラブベアーズ。本日はホワイトのユニフォームをまとっています。こちらは1989年創部の実業団チームマイカルベアーズの現在の形になっています。マイカルベアーズはかつて関西三強の一角としてその名を轟かせた強豪チームでした。しかし時代の変遷によりクラブチーム化にその母体となる企業がなくなり、クラブチーム化し一度は継げるかと思われましたが、しかし株式会社新高様油医療様 のご支援等ありまして、現在もクラブチームとして活動しております。その声に応えるべく2部復帰に向けて全力尽くしている5号チームのクラブベアーズです。この両者歴史を持つチームの一戦となります。令和4年10月2日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック第3節トライスターズ対クラブベアーズの一戦がまもなく行われます。これより両チームによる試合開始前のコイントスが行われます。手前側にホームスタンド側として陣取っておりますカラーユニフォームオレンジを着用しておりますのが、トライスターズ。奥側バックスタンド側ホワイトのユニフォームを本日まとっておりますのがクラブベアーズです。クラブベアーズキックオフ、トライスターズリターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の正式ゲージで試合を行います。
試合はベアーズのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは21番のユキタ。2017年シーズン以来の5年ぶりのカムバックのプレイヤーです。近畿大学出身、エイジ43歳のプレイヤーです。さあ、トライサーズリターンに入ります。ナイスリターン。トライサーズこのキックオフショートキックでしたが、これをブロッカーに入っていた34番が見事にリターン。相手タックルをすり抜け、そのまま一気に相手陣深いところで攻撃権確保となりました。この位置からトライサーズの攻撃となります。見事なリターン決めましたのは34番のチーム代表でもあります伊橋。自らその足を持ってチームを鼓舞するようなプレーでした。エイジ41 51歳のプレーは今ここでも X リーグで活躍しております。さあ、トライサーズ相手陣41ヤードからファーストダウン10。さあ、まずはランプレーから入りました。1人だけ動かしていいバックスにも、モーションさせ、そのまま勢いに乗せて左オープンへのランプレーでした。キャリアは2番。このランプレーにより約3ヤードゲインとなっています。2番は大畑、大阪商業大学出身。アメリカンフットボールの攻撃方法は大きく分けてパスとランになります。攻撃回数はオフェンスチームは4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。トレスターズ相手陣38ヤードからセカンドダウン7。さあ、今度は中央へのランプレーを敢行します。キャリア21番。しかしこれはベアーズ57番がアジャストしまして約1ヤード逆にロスとしました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。素晴らしい反応でこれをロスさせましたのは、クラブベアーズ57番の白江、立命館大学出身の33歳のカムバックルーキープレイヤーです。トライスターズ相手陣39ヤードからサードダウン8、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新のための前進距離は残り8ヤード。パス成功。クォーターバック10番、ここでパスプレー。オフェンスが後方より一度だけ許されている前パスを展示しました。取りました。ワイドレシーバー2番、これをワンハンドキャッチし前進図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。トライスターズフォースダウン残り4ヤードの状況に入ります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエスが落ちますと、これは反則発生を意味します。トライスターズに交代違反の反則がありました。フィールドの中に12人いたようです。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下と決まっています。この反則を犯したことによりトライスターズ5ヤード抜退という形になります。トライスターズフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。さあ、これをベアーズリターン入りますが、トライスターズナイスカバー。パンターが非常に厳しい状況、しかしそれを見事に蹴り出し、なんとベアーズ陣2ヤード付近でボールデッドとしました。この位置での攻守交代となります。ベアーズ攻撃権を得ることができましたが、自陣3ヤードという非常に厳しい位置からの攻撃開始という形になります。しかし攻守変わります。
今度はクラブベアーズがファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。同じく攻撃更新に必要な距離は10ヤード、ただしボールオン自陣3ヤードの非常に厳しい位置です。セーフティー、ここでベアーズランプレーを敢行しようとしましたが、これを読みましたトライサーズディフェンスラインが猛襲、ランニングバックをエンドゾーン自陣ゴール内で倒しました。これはオフェンスにとって自殺点となります。従いまして自殺点セーフティーがトライスターズに入ります。トライスターズ2点、クラブベアーズ0点。またクラブベアーズ自殺点という形で失点しました場合には、キックオフは自殺点を献上した側がキックオフする形になります。したがって通常とは異なり、失点をしたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。さらに先ほどのありました自殺点セーフティーがあります。この結果ワンプレーによる得点が挙げられるのは2点、3点、6点、7点、8点という形になり、この足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあ失点をしましたセーフティーを献上したクラブベアーズのキックオフにより試合再開です。セーフティーの場合キックオフは自陣20ヤードとなります。さあクラブベアーズこれをリターンさせまいとゴロキックを蹴りました。これをトライスターズ56番がハーフウェイ付近で抑えまして、この位置からトライスターズの攻撃となります。トライスターズ相手陣49ヤードからファーストダウン10、さらなる加点を目指してここから攻撃を始めます。さあまず中央へのランプレーを選択しました。託されましたキャリア21番ディフェンスの隙間を縫うように約2ヤードゲインとしています。キャリア21番は木田三田松雲館高校出身のプレイヤー。トライスターズ相手陣47ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新残り距離は8ヤード。ナイスラン、ファーストランランニバック21番トスを受けて右オープンへのスリープレー、一旦タックルさえかけましたが見事なステップワークで右オープンを駆け上がり大きく前進、一気に攻撃権更新としました。トライスターズファーストダウン。ここでホイッスル。トライスターズここで背番号変更がありまして9番の選手が66番に着用を変えております。しかしトライスターズ相手陣23ヤードの地点に攻め上がり、この位置からのファーストダウン10の攻撃に入ります。パス成功、ファーストクォーターバック19番ここは一気にパスプレーで攻め上がり、ワイドレシーバー11番これをキャッチしまして大きく前進、ファーストダウン。パスを投じましたクォーターバック19番は久保田、京都大学出身、
そして取りましたワイドレシーバー11番は伊藤、摂南大学出身です。クォーターバック久保田はエイジ44歳のルーキープレイヤー。そして取りましたワイドレシーバー伊藤は摂南大学のカムバックプレイヤー、復帰のプレイヤーです。ここでトライサーズランプレーを敢行しましたが、キャリア29番この時にボールをファンブルしました。なんとか抑えておりますが大きく後退する形になっています。トライサーズ相手陣20ヤードからセカンドダウントゥーゴール、エンドゾーンまで残り20ヤードの攻撃、この3回のチャレンジで果たして得点とすることができるでしょうか。ここでホイッスル。ここでトライスターズ前半1回目のタイムアウトを使いました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。背番号変更は10番の選手が66番に変更するという内容でした。トレスターズタイムアウトを取りまして相手陣20ヤードからのセカンドダウン2ゴールに挑みます。パス不成功。ここでクォーターバック19番一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。ターゲットは16番でしたがこれはディフェンスがダブルカバーしておりパス不成功となっています。攻撃権1つ失いましてサードダウンとなります。前パスはパス失敗ですと元の地点に戻され次の攻撃という形になります。トライスターズ相手陣20ヤードからサードダウン2ゴール。さあここでモーションを使っての左オープンへのジェットモーションスイープで突破を図りました。キャリアは2番。しかしこれはベアーズがアジャストしておりほとんどゲインありません。フォースダウンという形になります。キャリア2番は大畑、大阪商業大学のプレイヤーでした。さあここでトライスターズフォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは13番の中塚。キック成功、3点追加。これによりましてトライスターズ3点を加え、トライスターズ5点、クラブベアーズ0点。キッカー中塚見事にフィールドゴールを決めました。中塚は森の宮医療大学出身のルーキープレイヤーです。アメリカンフットボール未経験ながらそのキック力を買われこのキッカーパンターとして抜擢されました。さあその中塚のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフをするという形になっています。ラグビーと違い得点を上げた側がキックオフすることにより基本的には取られた側が次の攻撃権を得るという形になります。
さあクラブベアーズリターンに入ります。このリターンは自陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。リターナーはクラブベアーズの28番西村が務めました。大阪学院大学出身のプレイヤーです。さあ先ほどから得点を奪われているクラブベアーズ反撃なるでしょうか。ボールオン自陣21ヤードからのファーストダウン10。パス成功、ファースター。まずベアーズパスプレーから入りました。クォーターバック3番タイトエンド92番にパスを通しまして攻撃権更新、ファースター。パスを投じましたクォーターバック3番は吉田、江南大学出身。取りましたタイトエンド92番は山中、京都大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズファーストダウン10、ボールオンは自陣34ヤード。再びパスプレーです。今度はパス不成功。今度はターゲット変えまして85番の選手でした。しかしこのパスはタイミング合わずパス不成功に終わっています。クラブベアーズ自陣34ヤードからセカンドダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生して、失礼しました、中央へのランプレーです。失礼しました、ホイッスルを誤って確認しました。このランプレー見事に抜けましてクラブベアーズファーストダウン。素晴らしいランプレーを決めましてクラブベアーズ攻撃権更新といたしました。クラブベアーズ自陣48ヤードからファーストダウン10。パス成功、クラブベアーズファーストダウン。ここでクォーターバック3番、今度はパスプレーによって攻撃権更新いたしました。見事なパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー82番寺崎、大阪体育大学出身、エイジ42、42歳のプレイヤーがここでも活躍します。クラブベアーズ相手陣に入りまして相手陣40ヤードからファーストダウン10。これは返さずナイスディフェンス。ここでランニングバック45番に持たせて右オープンへのランプレーを展開しようとしましたが、これを対応したトレイサーズ見事なソロタックルにより約3ヤードのロスです。クラブベアーズ相手陣43ヤードからセカンドダウン13。パス成功、ファーストダウン。クラブベアーズ下げられましたがクォーターバック3番、これをパスプレーで突破しました。見事競り合いながらキャッチをしました。ワイドレシーバーは6番杉田、日本大学出身のルーキープレイヤー吉田。ここまでパスダウン非常に好調な展開をしまして一気に相手陣トライスターズ陣深くに切り込んでまいりました。クラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウン10。さあランニング枠に託します。中央へのランプレー、キャリア28番、ステップよく中央に切れ込んで攻撃権更新といたしました。15ヤード、クラブベアーズファースター。見事なランを決めたのはランニングバック28番の西村、
大阪学院大学出身のプレイヤーです。昨年度までJスターズで活躍していたランニング枠がここで活躍しております。パス不成功、ナイスディフェンス。ここでエンドゾーンを狙ったパスを投じましたが、これをトライスターズ22番が素晴らしいカバーを見せ、パス不成功としました。トライスターズ22番は滝本、神戸大学出身のルーキープレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン10。さあ中央へのランプレー、キャリア45番、未終点突破を図りましたが、しかしこのランプレーによるゲインは約3ヤードです。クラブベアーズキャリア45番は川端、北大津高校出身のプレイヤー。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、トライスターズ5点、クラブベアーズ0点で攻守方向を入れ替え、第2クォーターに移ります。